皆さんこんばんは、でんのこてんチャンネルのでんのこです。最近ね、不朽の名作であるハイキューのねアニメを見直してるんですが、ようやく第4期ツーザトップまで見終わりました。何週見たかわかりませんが、いつ見てもね、カラスの VS 稲荷崎戦は痺れますね。まあ作画がところどころ気になりますが、こちら第4期のテレビアニメとして放送されたのは、2020年の冬アニメとして放送されました。そして今年ハイキューが10周年を迎えるため、アニメ第5期に関する発表があるのではないかと言われています。今回の動画では現在分かっている情報をまとめたので紹介していこうと思います。ぜひ皆さんのご意見や情報をお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。でんのこてんチャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけるとでんのこも頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まず結論としてそろそろね発表があると思われます。その点として2つあるんですけれども、配給が10周年となる話と放送期間の想定、この2つですね。まず1つ目、10周年の話からしていこうと思うんですけれども、10周年配給10周年の重大企画というのが続報がね到着しているんですよね。まあ、古舘先生書き下ろしの10周年キャラクタービジュアルの制作が決定したりとか、新作読み切りが開催されたりとか、配給と V リーグのコラボイベントだったりとか、配給展ファイナルが決定したりとか、で古舘先生書き下ろしの LINE スタンプが制作決定とか、書き下ろしラジオドラマも決定してます。で配給の、ね、フルカラー版リミックス版というのも登場するとなっています。でこれについてなんですけども、残り2つがね発表されていないんですよね。でこの重大企画発表というのが2月に発表されているので、もうだいぶ前の話になるんですが、この1から8に関してはもうすでにもう進んでいたりとか告知が、ね、されているんですよね。でおそらくこの90っていうのがアニメ化の可能性が非常に高いのではないかなと言われています。でもちろんね、90の内容っていうのはまあその4期からね続きになるとすれば、猫魔戦っていうのが絶対的に熱いんですけれども、それを映画化するという話も出ています。もしかすると90、今回ねそのパターン化と考えられるのが白鳥沢戦のような形っていうのもありえますよね。テレビ版でもしっかり猫魔戦をやりながら、劇場版でも最終的に締めくくるという可能性もあります。まあ、全国大会の流れの中でも一番猫盛り上がるポイントで感動する話なので、ぜひそういう流れであってほしいなと思います。もう一個の想定なんですけれども、放送期間についての想定ですね。前回の第4期なんですけれども、これそれぞれ第1期から第4期までどういう流れで期間区切ってやってきてるかいう話なんですけれども、第1期の配給っていうのが2014年4月から10月連続2クールでされました。で発表がね2013年10月4日にテレビアニメ化が発表されています。で2期のね配給セカンドシーズンが放送期間2015年10月から3月連続2クールとなっています。第1期の放送終了から2期の放送期間まで約1年間となっています。まあ、これ話数が短かったんですでに決まっていたという可能性はありますよね。まあ、3期はね配給カラスの高校と白鳥沢学園高校の戦いですね。こちら放送期間2016年10月から12月までとなっています。まあ、2期の放送終了から3期の放送まで約7ヶ月となっています。なのでこれ 1,2,3 というのはもうすでにもう構成ができていて、流れとして組まれているっていうことは可能性がありますよね。それ第4期からねアニメーション会社がちょっと変わったりとか、制作会社っていうのもちょっと変化しているので、その辺のズレがあってかなりこの間っていうのが空いたんですよね。第4期のハイキュートゥーザトップは放送期間2020年1月から4月で10月から12月の分割2クールでの放送となりました。で3期の放送終了から4期の放送開始まで約3年という時が経ってるんですよね。なので3年間待ち続けてようやく4期が放送されたので、そこからまたこう待たされているという状況です。まあ、正直可能性としてあり得るのは3年だと思うんですよね。ただ2018年12月に発表されているので、もしかするとそろそろこう制作の発表っていうのがされるのではないかと言われています。なのでもしこのトゥーザトップの時でもまあ感じた方も多いと思いますが、作画のやっぱりこう微妙なねこうズレというか、こういろんな多分ね大人の事情が絡んでると思うので、これ第5期に関しても大幅にこう変えてくる可能性があるんですよね。まあ結構ファンの中では1期2期3期のねアニメーションでやってほしいなっていう方も多い中で、5期っていうのはまた新しい布陣でね挑むんじゃないかなと思います。まあ、もちろん第4期のようにちょっとねこう残念なシーンっていうのもあるので、そこをね保管してくれるんであれば問題ないかなと思うので、ただねどちらにせよ第5期の発表ってのはそろそろ、まあ年内っていうのは確実なんじゃないかなと言われています。ぜひ皆さんのね配給に対する熱い思いだったりとか、この時期発表もしくは第5期こんなんがいいなっていうのがあればね、コメントで教えていただけると嬉しいです。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。